4月15日16日東京ビッグサイトでサイクルモード東京が開催されまーす。あ、すいません、あ、パネルやってました。俺もパネルかもた。あ、すいません。あ、実物ですよ、実物。あ、実物なんですね。はい、お世話になっております。ということで、はい、4月15日16日、はい、サイクルモード東京がついに開催ですよ。だるらし、だるらし、だるらし。なんでだるい、なんでだるい。遠い。大阪やからさ、俺住んでるのが。サイクルモード大阪はまだ大阪市内行くだけやん。東京は遠いやん。ということは、ということは行きます。あ、行きます、行きます、行きます。だるいけど行くんや。だるいけどちゃんと行きます。16日に僕のトークショーがあるんで。トークショー、はい、だるいのにやってるわ。仕方ないから。だるそうにやるんや。だるそうにやろ、もう酒飲んだろからステージでな。飲めよお前、やれよ。シャンパンあげたろから。やれよ、くれよ。ほんでやれよ。やろうから。え、聞いてくれます。じゃあどの道いんねん、会場に。飲みましょう、じゃあ一緒に。会場で、会場で回し飲みしましょう、僕と。テロップ入ってるかな。ね、え、動画上の演出的に入れるかな。俺よくね、個人の見解ですって入れられるんですよね。ダメですよね。これも個人の見解やな、はい、はい、はい。で、4月15日、はい、土曜日の方ですよ、はい。まず、私めだ。お、ザルインフルエンサーの回ですか。まあまあ、これは。いやな、ザルインフルエンサーが3名来ます。僕含め。自分で言ってるやん。まずザルのエリーのこと。そこはザルインフルエンサーの回ですかって言って、誰がザルインフルエンサーでやねんっていう、このここまでがセットやろ。あ、もう自分でザルインフルエンサー3名って上がったの。ただもう突っ込むめんどくさなってきて。最近底辺 YouTuber って、あ、どうも底辺 YouTuber のエディ藤本でって言っても、もう認めたらさらっと終わるやん。認められたら俺もただの悪口なのよ、もうそれは。困るから。ただの悪口を日常で言ってんね、君は。言ってんね。バレてた、バレてた。いや、ほんでメンバーですよ、はいはい。そのザル3名なんですけどね、はい。まずエディ藤本、はい。でからナナナチャンネルのナナさん、はいはい、ザルですわ、はい。でからザルだ、自転車騎士声優の岡田正隆。これザルですね。これは本物のザル。だって彼が声優業してるとこ見たことある？まあそんな3名で、はい、トークショーしますので、はいはい、ぜひ皆さん。ちなみにどんな話するんですか、それは。決まってないね。おお、その3名の絡みは結構今まであるんですか？ないんじゃん。ないんすか？だって大体奈々さんがそんなんさ、岡田くん来るってな、なんかアレルギー出るやん。そうなん。アレルギー出るからさ。藤本さんが来るからアレルギー出てない、大体。だな、それもアレルギー出るな。うん。でも、もう、どんな絡みになるんかなっていうのが、大体この、なんか藤本さんが奈々さんに絡んでちょっと肝がられてみたいなくだりあるじゃないですか。ああ、それがフォーマットや。ね、うん、で、そのフォーマットでも岡田くんもおるから。うん、どうなるの？で、岡田くんって別にキモがられるキャラでやってないから、もうだからちょっと怒りそうやな、キモがあったら。そうそう、岡田くんなんかそのネタでもいじったらなんかちょっと後でちょっとそれな、ムッてなるやん、殺されるとか。あれキャラですからね、動画のあれな、岡田くんな。こんな感じでやってるけど、ちゃうね、ちゃうね、あれ酒飲んだらもうこうなるから。いいの、こんな勝手に出て。音声のモザイク入ってるから。いいの、今公共の先輩そんな3文字言っていいの。びっくりしたか。音声もう消されてる、音声は。あ、音声ちゃんと消しといてくださいね、これ。口元も消しといてくださいね。もうほんまに絡めらんといてほしい、そういうのと俺。怖っ、まあ。だからその AD 藤本と、はい、奈々さんと、はい、の3人で、はいはい、お前ほんまにあかんて。お前ほんまにあかんて。怖っ、寒気するわ今の。怖い怖い、はい。ほんで16日はサクのトークショーね、はいはい、僕のトークショーになっております。アシスタントでもしかしたらまだこのねエディ・フジョさんが来てくれるかもしれないんですけど。出ない可能性もあるの？出ない可能性もあります、はい。さっき上出えへんのやったら大阪の時はね結構もう、うん、なんていうんですか、藤本さん 40% 藤本さん 60% 俺ぐらいのステージだったんですけど、今回はまあできるだけ9割ぐらいマサでいきたいかなとは思ってるんで、好きにせえもん、はい、別に。ただ出るんやから先に言っといてや。そう。あといらんの、はい、いや何も決めてなかったですよね。前サイクルモード大阪の時はもうほんまにステージの15分前ぐらい集まって、まあ、適当に行きましょうっつってもそのまま上がっていっただけ。そうそう、あの割にはうまいこと言ったな。そう、これ今のこれもそうですからね。あのそうえ、そう、普通のチャンネルならまあせめてこう台本みたいなのがちょっとあってね、うん、そうあるでしょ。もう何もないから今だから急に5秒前って言って始まったね。5秒前もなかったよ、もう別に。今日に関しては。まあそんなねぶっつけ本番のステージがまた16日ありますんで、それはね16日の僕のイベントですね、また1時から
13時からありますんで、ね、ぜひよかったら来てください。マジでもう本当にね、お前らタダで来てんねえからちゃんと聞けやって話で、そういう感じで、まあ、それ大事、どっちもタダやね、はい、タダやから、まあ、サイコロボード入るにお金はいるけど、そう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 、ね、だからもうその思んなかったとかそういう意見も受け付けてないよ1円も払ってないでから、そんな言う権利ないで、そういう意味では YouTube 見とる人もタダで見とんやからもうみんなグッドボタン押して、まあ、YouTube はまだ許すわ、まあ、なんかの表紙でおすすめに出てきて押したらってから押してもらったら分かるけど、サイクロンの時自分でタダで来てね、おもんなかったらもうせこいって、それも通りすがりにボーンって殴ってさよならみたいな話やから、そんなその例えは俺ピンとこんかったけどな今とはちゃうやろと思ったけど、いやほんまちょっと勝手なんですよそれは。カルノパワーの抽選会の話は、あ、抽選会あります、またあの、うん、カルノパワーっていうサプリメント会社の商品を1000円買うと1枚抽選券もらえると、でその抽選券は、まあ、何枚買っていただいてもいいんですけど、入れれば入れるだけね当たる確率が増えると、あの秋元康作戦で怒られてるのがサプリメント会社なのね、うん、カルノパワーの、はい、ね、あれですだから極端な話100万円分買えば、はい、1000枚のね、抽選券がもらえるから、はいはい、1000枚ドカッとあの箱に入るんよ、抽選ボックスに。いや、えぐいって、それとってもその人やもう。ほんまやね。そういうことをぜひしていただいて、結構ですので、はい、皆さん、こぞってね、はい、買っていただいて。買わなくても OK。買わなくてもいいし、はい、100万円分買っていただいても結構ですし。はい、僕のまずね、あの前つけてたこれヘルメットね、うん、ヘルメットが当たります、実際に。あ、次はヘルメットや。はい、前サングラスでした。前は、ね、中級者君のサングラスだったんですけど、東京はね、うん、上級者ヘルメット当たります、はい。で、なおかつ特徴がですね、僕とサイクルモード一緒に回れる券が当たります。30分間回れます。はい、前回も実際回ってもんな、実際回りましたよ。なんかネタとかしてあげたの？いや、もう前回に関しては、一緒にたこ焼き食べたりとかですね、うん、あ、もうそうですね、いろいろほんまにやりましたね、あるある言ってあげたんちゃう、あるあるやったりとかですね、うん、あのサイクルモードのブースの中でね、あのなんていうんですか、もう本当に僕のファンの子やったんで、あの僕がね、あのレース中にやってたこのシーンみたいなのをね再現したりとかね、かもうやりたい放題やりたい放題な、はい、まあ、公序良俗に反すること以外なら何でも OK、まあ、からまあつまりだから僕が OK って言ったら何をやっても OK って感じですまあ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 、まあ、そういうことなのかな、まあそんなとこか、はい、あ、一応 AD 藤本賞、玄米子賞もあって、はい、まあ、はい、詳しくは概要欄に多分載ってると思うから、そうですね、それ見てもらおう、はい、見てもらおう、はい、おいっぱい見てもらおう、はい、で、まあ、サイクルモード大阪の模様もね、また見てもらえたら大体それで分かると思います、そうやね、はい、そうやね、そのステージイベントのあれも出てるし、はい、見てもらおう、はい、おまたテカテカのシャツ着ていきますあれどこでこった次何色かちょっと期待しててください、本当にもうてっかてかやったもんな、あれね、俺どこでこうたんかなと思ってあれね、で、このシャツがね、何色かのも楽しみにして来ていただけたらと思いますので、はいはい、4月15日、16日、はい、会場でお待ちしております、待ってまーす。